んにちはくです。こんにちは、ヘンギだ。この動画をご覧の皆さん、僕の部屋にはですね、コスメ部屋という部屋がもう一つの部屋であるんですね。その中でもまあいろんなね、商品をいろいろ僕は日々日々選んではなんだかんだして、こう顔にねつけたりなんだかんだりしてるわけですよ。その中で僕ね、すっごいコメントを発見しました。化粧水っていつ塗るんですか？そんなコメントは今までで初めて。なんてこと聞くの君。そんな君にはもうギャルピース。うん、いやもうマジでびっくりした。化粧水いつ塗るんですかっていうコメントを見た時、僕はもうピンときました。あ、そうか、まだスキンケアについて何も知らない方もね、この動画にたどり着いた方もいらっしゃるわけですよ。そんなあなたに私は今日思いつきました。そう、すべてを初心者向けに話してみようと。今まではね、僕ね、いろんな成分に詳しいからこそ、まあ、ある程度スキンケアに興味がある女性向けの動画が多いんですけれども、男子もね見れるような、本当に本当にもう最初の一歩となるようなね動画を撮れたらなと思います。うん、いっぱい喋ったね。それでは今日もやっていきましょう。レッツゴー。 Kiss for you。はい、それではですね、早速ね、スキンケアとは何か、こっから説明する？これいるかな？これいらないか？まあ、スキンケアっていうものがあって、皆さんもね、肌をね、いたわることにきっと気を使うようになって、このチャンネルにたどり着いたんだと思います。その中で皆さんが何をしたらいいのかっていうのを、あと用語とかですね、これはどういう意味なのとか、これは何に効くのとか、ニキビはじゃあ結局どうしたら治るのとか、いろんな疑問があると思うので、それらをね、一個一個、まあ、丁寧にもう本当に初歩的なことから説明していきます。まずですね、メンズの場合は、まあ、メイクをすることがほとんどないと思います。僕みたいな職業でない限り基本ねメイクをすることないと思うんですが、最近はね韓国もそうなんですけれども、男子でもサンクリームとか下地塗るんですよ、今時は。もうなので、まあ、今これを見ている高校生大学生のね男子諸君もサンクリームだけでもいいから塗りましょう。サンクリームとは何か、はい、そこですね。3、太陽です。クリームです。はい、まあ、いわゆる日焼け止めですね。僕ん家にはですね、サンクリーム&化粧下地と言われるもののチューブタイプがこんなにございます。サンクリームっていうのは要は日焼け止めのことなので、紫外線を体が浴びすぎるとメラニンっていうものを皮膚の奥で生成するんですね。でメラニンってなんで生成するかっていうと、紫外線ダメージを守るためにそのメラニンっていうものが細胞に入ることによってダメージを防ごうとしてるんですね。でもそのメラニンって黒いからシミっぽくなったりとするわけですよ。まあ要はシミなんですけれども、それができちゃうので、それらを防ぐためにサンクリームを塗りましょうと。まあ今の男子はね、みんなね肌綺麗な方がきっと持ってるんじゃないかな、知らんけどで僕はでも日焼けが本当に嫌いなので、サンクリームを毎日家の中にいる時ですら塗ってます。その理由は家にいても紫外線は入ってくるからです。カーテンを遮光1級レベルでガッて閉めない限り、日中は少なからず紫外線が入ってきます。まあ、多少の紫外線はね、まあ、抗酸化作用じゃないけれども、肌をこう少しでもこう元気に活力を持たせるという意味では、少し太陽を浴びることももちろん必要です。ですがあまり長時間浴びるのは良くないですね。というので、まあいろんなものがあるんですけども、じゃあスキンケア、もしサンクリームとかその日焼け止めとか化粧下地と言われる下地ですね、化粧下地とファンデーションって何が違うんですかっていう、これもちょっと説明すると長くなっちゃうんでここは飛ばします。下地を塗っている状態でそれをじゃあ落としたいですよね。ということはまずじゃあ洗顔から入りたいですよね。洗顔はね、皆さんも知ってると思うんですけども、メイク落としのクレンジングがあって、でその後洗顔がありますよね。ここでよくクレンジングオイルっていうのとクレンジングフォームっていうものもありますよね。さらにこのクレンジングオイルっていうのが、まあ、メイク落としの方に入るんですけども、大体もう最近はダブル洗顔不要のオイルが主流になってきているので、クレンジングフォームなくてもいいですよって歌っているオイルが多いです。ですが僕はできれば夜は一緒に洗顔もしてあげた方がいいと思います。 BHA と言われるピーリングとかね、 PHA とか AHA とか、まあ、リンゴに入ってるものとかもねあるんですけども、それらを含まない洗顔フォームで洗うことをおすすめします。でこのメイク落としクレンジングオイルと言いました。実はこれの他にもクレンジングバームっていうものもあって、さらにはクレンジングミルクっていうものもあって、さらにはクレンジングウォーターっていうものもあったりと、結構いろんなねものがあるんですよね。
僕のおすすめはとりあえずこのワードだけ覚えてください。クレンジングバームとオイル、とりあえずその2つでいっか。クレンジングウォーターも、まあ、日によっては結構僕も使ったりするんですが、とりあえずはまあいいでしょう。まあ、メイクを落とすものがまずそれらですよね。でこれらはどうやって落とすかというと、クレンジングオイルもバームも油分なんですよね。でこの油分の力で汚れをそれで落とすわけですね。でそれと同時にクレンジングオイルだったら角栓とかね、皮脂汚れも一緒に落としてくれるのですごくいいですね。でその後洗顔フォームですよね。僕ん家の洗面台の方をね見せながら説明したいと思います。僕ん家のこの鏡の後ろにですね、まあ、このようにいっぱいとこう詰まっているわけですよ。上がまあマスクゾーンだったり洗顔フォームゾーンで、クレイマスクケットがこう毛穴ケア用ですね。でその下にさっき説明したクレンジングオイルとかバームとかが置いてあるわけですね。でクレンジングオイルというものはいわゆるこういうものですね。オイルベースのもので結構ヌルヌルしているので、結構指のねこの隙間から結構ポタポタ垂れるデメリットもあるので、洗う時にあーもうみたいななることもあるんですけれども、バームもですねいっぱい僕持ってまして、これら全部ねクレンジングのバームなんですけれども、これらは何かっていうとこう固形っぽく見えてはいるんですが、実はこれ肌の温度でサッと溶けるんですね。ちょっと手で取っちゃいますが、こんな感じでパッと目は固形ですが、まあ、塗っていくとだんだんこうやって溶けていくと。でこれがまあメイクを落としたりと。なのでクレンジングのバームも厳密にはオイルと一緒です。で先ほど言ったようにメイクをまあこういうので水で濡らしてない状態の顔につけます。で優しくマッサージして、その後ぬるま湯で洗うんですけれども、実はクレンジングオイルもバームも水をつけるとちょっと白っぽくなってて、こういう風にね、これは乳化って言って、クレンジングオイルもバームもこの乳化の過程がすごく大事です。最初オイルでこう優しくマッサージしてメイク全体にね行き渡るようにした後、ぬるま湯を少しだけつけて乳化させてある状態でまた少し優しくマッサージしてから水で洗い流します。そうすることで本当に角栓汚れとかも綺麗に落とせますし、表面上の汚れだけじゃなくて角質のね除去もできるので、はい、という風に使うのが、まあ、クレンジングバームですね。でその後洗顔フォームですよね。ここにあるのは全部洗顔フォームなんですが、こっちの奥はピーリングというものもありまして、ピーリングは週に1回程度やるのがおすすめです。だいたいね週に1回から2回というふうに書いてあるんですけど、2回は正直僕はやる必要ないと思ってます。まあ、週1回で十分です。日々ちゃんと洗顔していればね。でピーリングは何かっていうと、要は洗顔だけではどうしても落としきれないんですね。この鼻の際とかね、凹凸が結構あるところとかは角質が溜まりがちになっちゃうんですね。で角質が溜まるとどういうことが良くないかというと、肌が老けて見えちゃうっていうか、保湿をしてあげたくてもあんまり浸透しにくくなったりとするので、正直いいことが何一つないんですね。なのでピーリングをして、肌表面上の剥がれ落ちるべきこう皮膚、薄い皮膚を落としてあげて綺麗な肌の状態にしてあげる。だから生まれたての肌を表面に一番に持ってくるっていうイメージですね。で洗顔フォーム、クレンジングバームとかオイルの後に洗顔フォームで、まあ、優しくね洗い流してあげると。でそれでようやく洗顔が終わりですね。洗顔フォームも選び方があって、僕がよく皆さんにね選ぶときに重視してくださいって言ってるのは泡の濃密さですね。で泡の濃密さでなんで大事かっていうと、泡がきめ細かくて濃密であればあるほど毛穴の奥の汚れまでねしっかり洗い流せるので、なるべく泡が濃密なもの、かつあまり洗浄力が強すぎないもの。例えばですが、今こうやって4つ持ってきました。この中で洗浄力が強いものはバルクオームとラゴムですね。ラゴムの白い方ですね。透明の方はそんなに強くないです。この2つは洗浄力が結構強いです。なのでオイリ肌、いわゆる脂性肌ですね、鼻周りとか T ゾーンにニキビをぶり返しがちな人は油分を普段からもちょっと過剰に分泌しやすい肌質かもしれないので、そういう方にはこういうのがおすすめです。でこちらは2つともそこまで洗浄力は高くないんですけれども、泡がすごく濃密 でこっちはどっちかというとジェルなんで、コスエクスのやつなんですけども、これはジェルなんで朝用ですね。そんなに洗浄力を求めていない、ただ寝ている時の枕でね、こうやって寝返り打った時についた汚れを落とすよって感じですね。じゃあ一つ疑問が浮かびますよね。ヒョクは乾燥肌なんですよ。じゃあなんでこういう洗浄力強いものを持ってるのかと。
気になりますよね。実は僕もたまに使います。それなんでかっていうと、シンプルに言うとこういう職業柄メイクすることが多いんですね。それこそイベント出演だったりライブ出演だったりと、一応アーティスト活動もしてるので、韓国コスメとかのスチール撮影でメイクしてもらったりとか、結構重めのメイクが続いている数日間続いてたりとかすると、やっぱ普段のメイク落としのクレンジングオイルばっかり使っちゃうとやっぱ肌乾燥しやすいんですね。でもクレンジングオイルが一番メイク落としとしては優秀ですし、非常に洗浄力が高いです。ですがその分乾燥もしやすいです。なのでインナードライの肌、つまり混合肌の人はクレンジングオイルよりもバームの方を僕はおすすめしてます。でこれらは僕はバームとかでこう使った後に、あ、ちょっとここ最近なんかちゃんと洗浄できてないな、でもピーリングを使うにはちょっと肌今敏感だなっていう時に代わりにこれで洗い流すって感じですね。実はその時その時の肌の状態によって僕は使うものを変えています。でここまでが、とりあえず洗顔までですね。それ以外にもクレイマスクとかクリニックウォーターも説明したいし、アイムフロムのフィグのスクラブマスクとかもおすすめなので、あとこっちもいいね、ネイチャーパブリックのリアリティツリーシカのこのウォッシュオフパック、この海綿スポンジと一緒に使うとねすごくいいんですよ。夏めっちゃいい。ちょっと待ち時間が長いんですけどね、これも良かった。アイムフロムのマグワード、これもねその釘がそのまま入ってて、こう蓋の裏についてるの分かりますか。これもね本当に肌の保湿力も良くなるし、こういうのって肌を傷めるわけではないので、ピーリングとかしちゃった時にその肌のケアとして使うといいですね、という感じです。じゃあちょっと戻ります。ではですね、いよいよ洗顔終わりました。じゃあ顔をね水で洗い流してタオルで軽く拭き取りました。このままだとすごい肌が乾燥します。そこでようやく化粧水とか美容液とかクリームとか乳液が必要になるわけですね。夜のスキンケアとして考えてくださいね。クレンジングオイル、バーム使って、その後洗顔フォーム使って、その後化粧水です。今回はざっくりとだけ言いますね。実はこの化粧水の前に僕が普段使っているスキンブースター導入美容液だったりとか、ブースター機能を持つ化粧水だったりとか、そういったものがあるのでそれらを先に使うといいんですけども、ここではあえて省きます。本当に簡単に化粧水、その後できれば美容液塗りましょう。美容液持ってないよっていう方は化粧水の後に乳液でもいいですし、クリームでもいいです。乳液とクリーム、まあ両方塗ってもいいんですが、僕はできればどっちかだけの方がいいですね。僕の場合は乳液は基本塗りません。これねよく聞かれるんですよ、なんで乳液塗らないんですかって。必要ないからです。クリームでこと足りるからです。逆に乳液もクリームもどっちも塗っちゃうと塗りすぎなんですよね、僕の場合は。なぜかというと、それの前の美容液の過程で僕は結構いろんな種類を重ね塗りしてるんですね。軽いものからアンプルと言われる重いものまで美容液で結構重ね塗りしているので、その上に乳液クリームどっちもだとちょっと重いんですよね。美容液自体も水溶性の他に脂溶性と言われるちょっとね油分を含んだものもあるので、なので油分油分油分って習っちゃうとそれこそニキビがねできちゃったりとかするかもしれないので、ということで化粧水いいですね。化粧水何でもいいです。最近僕が気に入ってもらうと、まあ、イニスフリーのね、これ僕はこの前目代わりでも紹介しましたね、イニスフリーの、はい、化粧水でブラックティービュースエンハンストリートメントエッセンス日本語名がわからん。あと僕おすすめはナンバーズインのね、こう3番のトナーもね結構おすすめですよ。ナンバーズインの3番の結構半分ぐらいもう使ってますが、これは50種の、ね、発酵成分が入ってて、肌が敏感な人向け、なんかちょっとでもあると肌にトラブルが起きやすい人にすごくおすすめです。肌を強くしてくれるのでトラブルが起きにくい肌にしてくれます。そういった意味でこの菌類、乳酸菌とか発酵物を含んでいる化粧品類ってすごくいいんですよね。まあ、今化粧水を塗りました。その次美容液ですね。美容液もなるべく水溶性のものから先に塗った方がいいんですけど、それって何かっていうと、使ったら分かるんですけど、これなんだろうな、口での説明が難しいんだよな。それこそ僕のねおすすめの殿堂入りであるトリレンのダイブインセラム、これはまさに水溶性の美容液ですね。ヒアルロン酸とかパンテノールとかね、保湿重視の成分に特化させているものは基本水溶性のものが多いです。それで言ったらネオゼンのシカリペアスネールエッセンス、これも水溶性で結構いいですね。シカとスネール両方が入っているので、それを塗った上に使
機能性のものとか塗るといいですね。で、先ほど言ったように金のものって言ったら、まあ、おすすめはやっぱり魔女工場ですね。ビフィダバイオームコンプレックスサンプル、まあ、これはね皆さんもご存知だと思います。ビフィダの、まあ、バイオーム、もう名前が金なんでね乳酸菌なんでね。あとは成分こだわりたいけどどういうのがいいのかわからないっていう方、ナイアシャミドを含んでいればとりあえず使用価値はあると思っていいです。美白効果ももちろん期待できますし、ナイアシャミドってね実はエイジングケアの成分としてもすごくいいんですよね。なのでホワイトニング、さらにはアンチエイジング両方期待できる成分としてナイアシャミドが最近はねもういろんなものに含まれているので特に気にする必要もないかもしれないんですが、で10代とかねニキビが気になる人はシカ、T3、ドクダミ、この3つを重視して商品を選んでみてください。今のこの3つの単語が商品名に含まれているものでもいいですし、商品の後ろを見て成分表に含まれているものでもいいです。ただしこのシカっていうのは厳密には成分名ではないんですよね。シカって何かというとツボクサエキスなんですよね。なのでツボクサエキスを含んでるかどうかもすごく大事です。で美容液、さっき言ったように魔女工場のビフィダバイオームとかはアップルと言われるものでして濃いんですね。濃厚なんですね。浸透もすごくいいんですけれども、その分濃いので美容液でこれを使うなら結構後半の方がいいですね。なるべく後、クリームの1個手前ぐらいの方がいいです。実は美容液も呼び方がいろいろありまして、セラムとかエッセンスとかアンプルとかね。アンプルっていうのはセラムとかエッセンスって言われる普通の美容液をより濃密にしたものがアンプルっていうものですね。そこの規定のなんかの率は正直わからないんですけども、アンプルって言われるものは基本的により濃密で濃厚なものを指します。あとは僕のおすすめはやっぱりアスコルビン酸を含んでいるものですね。エチルアスコルビン酸はビタミン C 誘導体っていうものでして、これを含んでいるものは安定化させる過程によってアスコルビン酸って言われるビタミン C、 純ビタミン C なんですけれども、これの効果が少し弱まっちゃうんですよね。だから純ビタミン C をなるべく僕は直接肌に塗りたくて、でも純ビタミン C は壊れやすいから結構お高いものが多いですよ。なるべくちっちゃい箱だったりとか、まあ、それこそメディキューブの僕が気に入ってるものだとこのディープビタシアンプル、これは純ビタミン C なんですけど、こうやってちっちゃいケースが3つ入ってるんですね。純ビタミン C が 13.5% というかなり濃密です。でその後クリームまたは乳液ですね。一応僕もね乳液持ってるっちゃ持ってるんですよ。ネイチャーリパブリックとバイオヒルゴですね。こっちはアンチエイジング用で、こっちは普段からも使えるようなこう万能型ですね。ただし正直僕はさっきも言ったように美容液も毎日ね3つから4つぐらい重ね塗りするんですね。なので乳液は正直僕には今は必要ないですね。それでこの肌を保てているので、でクリーム、まあ、ここにケースタイプのクリームもあれば、これは全部チューブタイプのクリームですね。なるべくクリームは首も塗ってあげてください。そしてクリームを塗る時のコツは上から下には絶対しないでくださいね。横に横に広げてください。スーッっていう風に広げるイメージですね。クリームはやっぱチューブタイプの方が便利なので、結構よくさみんなクリームってこうやって開けてさ手のひらにこうやって出す人多いじゃないですか。こうやってこれだと邪魔なんですよね、締めるときに。なので僕はここに出します。ここに出すと手が丸々開くので、手のひらも含めて、なので他の作業がしやすいんですよね。他にも2層になっている美容液とかは脂溶性、いわゆる油分を含んでいるものなので、他の美容液にも後に使ってください。美容液もなるべくテクスチャーが軽いものから重ね付けしてくださいね。そうするとおのずとアンプルって結構後ろの方になるんですよ。テクスチャーが重いものが多いので、まあ、その代わり伸びがすごい良かったりするものもあるんですけどね。でテクスチャーが軽いものってじゃあ何っていうと、手の甲に落とした時に一番早くスーッと落ちるもの、それが一番テクスチャー軽いものですね。という感じでスキンケアをねこれから始めようという方、まずはメイクしてなくてもいいので、日々ね日焼け止め塗ってる人はクレンジングバームとかでもいいから優しく落として、その後洗顔フォーム夜はねしてください。まあ、最悪クレンジングバームとかオイルはなくてもいいです。もしくはメイク落としのシートでもいいので、でその後化粧水で美容液でクリームまたは乳液ですね。乳液でももちろんいいんですよ。ただ僕は乳液よりはクリーム派です。クリームの方がよりしっかりと保湿されてる感が僕はあって好きですね。特に乾燥肌にはよりクリームの方をおすすめですね。という感じになります。
ということで、今回はですね、スキンケア初心者向けの動画でございました。よかったらぜひ皆さんもね、またこの動画のコメント欄でね、いろいろ質問とかあったら書いてください。僕はその中からまた気になったものあったら動画で取り上げようと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日もご一緒に、今日より明日綺麗になりましょう。以上、くでした。バイバイ。